絡させる配線を作成します。まず手順を確認します。 DLC3 コネクタの8と4を作成した配線により短絡。スタートボタンを2回押し、イグニションをオンする。ガソリンの残量により決められた回数を3秒程度以内の間隔でパッシングする。正常に完了すればライトのウォーニングランプがパッシング回数点滅を繰り返す。 DLC3 コネクタはステアリングの下あたりにあります。 DLC3 コネクタの8と4を作成した配線により短絡。ボタンを2回押し、イグニションをオンする。ガソリンの残量により4回、3秒程度以内の間隔でパッシングする。何回やっても成功しません。仕方ないのでクスコのオートレベライザーアジャストロッドを使って調整してました。ジャッキアップして調整するのが面倒です。ミンカラを見てたら、イグニションをオンしてから、DLC3 コネクタの8と4を短絡させれば成功するとありました。片側のみ配線を挿します。イグニションをオンしてから、4と8を短絡させます。ETC カードを認証しました。ガソリンの残量により4回、3秒程度以内の間隔でパッシングする。動作音がしてライトのウォーニングランプがパッシング回数点滅します。成功しました。イグニションをオフし、配線を外します。次は、ガソリン残量による設定。パッシング回数1回と5回の違い。壁が近いせいか、はっきりとした違いがありませんが、1回の方が高い感じがします。車高を落とすと、ライトが下を向きますが初期化すると改善されました。パッシング回数を変えると、微妙な調整もできると思います。